スターホースポケット、作物ができてるね。農園に行きますか。ガチャもやりましょう。プレゼントが届いてるよ。ボルドエンペラーですか。イベント開催中だよ。メダルをいただきました。とりあえず3周進ませます。イベント開催中だよ。なんで？イベント開催中だよ。もう一周ですね。イベント開催中だよ。イベント開催中だよ。Thank you。体重はバッチリだね。人参か。いい感じだね。はい、何です？今2週か。これは難しいな。大戦紋章なんだけど発信はあるからな。イベント開催中だよ。体重はバッチリだね。イベント開催中だよ。いい感じだね。会話を上げてって言ってますね。いい感じだね。これ2週、さらに2週じゃなくて3週かな。クエスト達成、やったね。クエスト達成、やったね。イベント開催中だよ。
だね。お、嬉しいか。よしよし。イベント開催中だよ。気合い十分だね。お、嬉しいか。よしよし。イベント開催中だよ。まあまあかな。大根。いい感じだね。今週はレースがあるよ。ですね。気合い十分だね。大根か。体重はバッチリだね。はい、何です？凱旋門賞です。行ってみましょう。さあ、ここで有馬宝塚の後一番人気だね。鍛えたこの成果をここで見せてくれ。ということで、モンジュデイラミ、クロコルージュあたりがいますが、エルコンドルパスタなんかも出てますね。3番人気ですよね。ですが、ここはもう片尾ミディ凱旋門賞を取りに行くしかないです。さあ、フランスローシャン競馬場凱旋門賞です。世界中の競馬ファンの注目がここロンシャンに集まっています。凱旋門賞いよいよスタートです。日本のようにゲートインのファンファーレが鳴るわけではありません。いつの間にかゲートインが始まりまして、いつの間にかスタートしている、そんな競馬がフランスのスタート風景であります。果たして何が行くのでありましょうか。花を切ったのは11番エルコンドルパサー、10番ギンギスカーン、タイガーヒルがその後ろ、そして4番手にファンタスティックライトでやります。それからラリアバその後ろでやりましょうか。ボルディア、その外からはレッジェーラ、1番人気のカタノミッディ、武豊騎手、どのあたりで動くんでしょうか。ブリーフダンスが並んでいっています。そのうちに4番オンジュー、それからアシゲの馬体デイラミ、9番クロコルージュ、これがしんがりでやります。緑の芝生は両方と発表されております。先頭は依然としてエルコンドルパサー、そしてその後ろからギンギスターン、タイガーヒル、まもなく第3コーナー、ファンタスティックライト、ラリアバ、それからもう1頭3番ボルディア、そして外からはレッテーラ、ここにいました。圧倒的な支持を受けた大本命カタノミッティであります。これから約650メートルのゴルスストレートに差し掛かります。外を通りましてフリークダンス、そのうち4番オンジュー、差が開いてレイラミ、そしてしんがりからクロコルージュであります。11番エルコンドルパサーがレースを引っ張るようになりました。これを追って10番ギンギスターン、さああなたの間は大舞台で力を見せつけることができるのか。さあ向きを抜いた武豊と畑のミッディ、どんな足を見せるか。さあ先頭はエルコンドルパサーが2馬身リード、2番手にギンギスターン、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。畑のミッディが馬体を合わす、畑のミッディ先頭に立ったエルコンドルパサーが2番手、ここでは負けられない。畑のミッディ先頭、武豊と畑のミッディ1着、畑のミッディ凱旋門賞の1ページにその名を刻みました。不足
賞金は5000枚突破。よっしゃ来たースーパージャックポート1着1500枚、2着7番、3着4番以上のように確定しました。いいとこで取りましたよね。空き店とかも行きたいよね。でも間に合わない、ジャパンカップになっちゃうな、ね、これだったら。クエスト達成、やったね。アリマとかイベント開催中だよ。そうですね、香港も出したいですよね。元気だね。なんだろう、あ、メロン。いい感じだね。はい、なんです？はい、時相ちょっと悩みますよね。10月3週なんで、どこまで馬体重を戻すかによりますが。おそらく最短で戻ってこないのは11月1週でしょうね。ということは、そっからジャパンカップは3週間しかない。はい、ということでカタロウィディ見事凱旋門賞を制覇、3戦ぶりの勝利となりました。海外弱いわけじゃないですよね。この調子で次回も勝っていきたいと思います。5550枚、よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画の一つでした。